はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。カルチョビットアを始めていきたいと思います。さてですね、一応、補強できるかどうかやけど、補強、でけへんなと。戻ろう。今回は、7位のキャッツアイズ戦です。とはいえですね、キャッツアイズ、今年に関しては、1勝1敗なんですが、かなり、手ごわい相手になります。ほぼ、互角と言ってもいいんじゃないかなと思います。まあ、こちらはですね、調教と言いますか、特訓を、したので、見れるような姿になってるとはいえ、やっぱここ最近の近況、ダイアード富士見戦は圧勝したんですけど、前の8節から12節に比べると良くないですよね。さて、スタメン。ユーナが疲れてますよね。左右入れ替えよう。疲れてる選手は出さない。サチコがずっと出てるんですけど、サチコをマドカに入れ替えようか。マドカをサツキとチェンジ。カルベもう首にしてもいいかもね。カルベと三木本は。節子はまだまだこれからだろう。鬼丸もまあパッとしないよな。藤原を、萌が、なるほど、広田と。今回のキーパーは広岡で行ってみましょう。こんな感じのメンバーで行くかな。戦術はもちろんあれなんですが、トップ。ワントップを崩していきたいと思います。さあ、勝率は圧倒的なんですが、この数字が当てにならないのはもう、見てもわかる通り。まあ、ホームであろうが、結局は、先方によりますからね。いろいろ特訓を、積み重ねてきてですね。力を上げて、地足を少しずつ上げては来てると思うんですが。さあ、7個？おっと、ふわっと上がった。さあ、ここで取りに行くことが大事ですが、取った。なんか一度落ち着いて、藤原からクイックして、萌え。あーっと、あっさり取られちゃった。藤原、外に出した。さあ、まだ相手のターンが続きます。おたべ、うーっと裏をかかれた。あ、これは幸子、うまかった。ノーホイッスルです。くるみに渡った。くるみ、さすが早いですね。くるみから、あっと、なんで通らないんだ。突っ立ってんじゃないよ。集中力に欠ける面はありますよね。幸子。で、幸子からくるみに一気に渡った。今度こそ、さよ。パッとしないですね、さよ。頑張りどころではあるんですが。おーっと、二人を超えた乙部。スーパープレイだ、敵ながら。さあ、これで、
あとゴールキックですね。さあ幸子からミオ、さあ今度は奈々子に、ああと奈々子取らない。くるみが奪いに行こうとするが裏をかかれている。ミオナイス。さあこれでくるみに渡ったぞ。あーと取られた。珍しい。くるちょっと怪我してる。くるみ相手もなかなかパス回しがうまいし抜け出るよな。苦し紛れの、しかしこれを外回られて、あっと高さでなんとか切り抜けたが、さあ幸子、おっとパス入れて、それをさつきが拾った。左前に回って浦川がセンタリング上げたら、あと守備もしっかりしてるよな。萌がもう疲れてる。彩香に変えよう。彩香と藤原を入れ替えよう。さあもう前半終了ですね。スコアレスですね。交代枠は残り2人、悩むとこです。ちょっとまず入れ替えるぐらい、左右入れ替えるぐらいのことをやりますか。くるみと左右も左右入れ替えます。それが何になるかってわからないですが、まあやってみましょう。ポジションチェンジを行います。さあミオが拾った。おっとセンタリング、これをこぼれないよね。守りがしっかりしたチームですよね、キャッツアイズは。さらにチャンスは逃さない。なんで回低迷してるのかわからないチームです。さてとスタミナがバテてきたな。マドカかな。マドカを投入しましょう。マドカとナナコ入れ替えましょう。もう入れ替えていいかな。さあこれで早めに交代枠を使い切りそうです。幸子一回引いてまたキーパーへ。おっとスピードもあるし、あ1対1になった。ピンチ。はい、やっと先取点奪われた。確実にカウンターが決まってますよね。相手の総合力相当高いですね。なんで負けているのか不思議なぐらいだ。さあ2トップでもう攻めに行きます。さあ逆サイド、浦川、七子が直接だが、これは左に。苦しい戦いが続きます。幸子センタリングが通ってしまったが、これはなんとかキーパーがパンチングで防いだ。さあ米光から窓かを越えた。もう越えられるシーンが、抜けられるシーンが多いですよね。当たりが強い。さあ20分切ったよ。残り15分です。残り藤原いいセンタリングだが、これをディフェンダーがしっかりしている。さあしかし奈々子が、おっとノーホイッスルになる。うまく乗り越えていきますね。さあとエビエナートどうしたんだ一体。これは決定的な2戦目。おっと結構ファンが、ファンが激おこです。
さあ緑、さあに彩香、そしてくるみがと外しちゃったよ。何かがおかしいですね。おっと抜け開いた。いいとこなし。内容も含めて乾杯です。二人で抜け合えたりするんですよね。こういうとこも含めて本当にキャッツアイズに対してどうしたんだろうっていう感じですね。そして抜けられた途端に脆い。さらにスピードもあるんですよね。ここでフリーなビエナートが、そしてくるみに渡るんですが、これが外れてしまう。ここもそうですよ。緑にが抜け合えてしまう。すべての面で見劣ってる感じです。これで8勝4敗貯金4、3位に転落です。シーツは落ちなかったものの、おっと、エリカが入団に合意。契約しましょう。7500万ってすごいな。さあ、エリカが果たしてもう、このムードを変えてくれるかどうか。比較的攻撃型ですよね。これだったらシュート決められるか、フォワードに転向させて、逆に、作用を、作用かな、作用かユーナを、ミッドフィルダーに転向させた方がいいかもしれない。それから、この辺はちょっとさすがに使いどころがなくなってきてる感じはあるな。カルベとかこの辺は解雇しましょう。はい、というわけで非常に悔しい試合となってしまいました。一方で新選手が加入いたしまして、よりオールガールズチームに、一歩近づきました。なんとか次の下関訪中戦は立て直したいと思います。はい、ご視聴いただきありがとうございました。はい、また、ですね、チャンネル登録、高評価、コメント、ブログ、ツイッター、それから、
この動画の最後20秒に流れる関連動画プレイリストなど、いつも通りですがよろしくお願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。